こんにちは。ニュージーランド在住で、今日本に一時帰国中のせいです。私は今熊本県の熊本城に来ています。熊本は約2年前の大きな地震でいろいろと被害を被っていて、こちらの熊本城もとても大きな痛手を受けています。復興もまだまだ時間がかかるようでして、今私の後ろに見えている休憩所ですね、こちらも仮設の建物で営業している状態です。ただこちらの熊本城の復興作業はあえて見せることで熊本復興のシンボルとして役立ってほしいということで、復興している様子が見える見学ルートが組まれているそうです。ということで、これからそこの見学ルートを見て回りたいと思います。こちらに復興見学ルートというのが用意されています。この順路で行けば復興している様子を見ながら歩いて回ることができるようですね。一部もう入ってもいい場所があるそうです。ここは城西園というお土産屋さんが揃っているところですね。とっても雰囲気のいい建物が並んでて、とっても綺麗ですね。こういう感じで、催し物をするためのスペースも用意されてますね。こんな感じで見学ルートは立ち入り禁止の柵がずっと見下されていて、このそばを通っていく感じになってますね。こちらが西大手櫓門というところですね。地震前はここが観光ルートになっていたようで、こちらに写真がありますね。地面はこういう感じの綺麗な石垣が並ぶ門へ通じる通りだったようですね。それがもう完全に建物が崩れていて、石垣と建物が完全に崩れた状態で、まだここは復興の手がまだ届いていないようですね。ちょっと遠いんですが見えますかね。熊本城の長塀、一番外側の塀ですかね。こちらが大きく崩れてますね。なんでも熊本城の長塀というのは日本最小のものだそうで、国の重要文化財に指定されているそうです。こちらも早く復旧してほしいですね。こちらから見えるのが大正天守という熊本城の中心部ですかね。こちらは昭和34年に再建が始まって、35年に完成した建物だそうです。これがまた地震で崩れたんですが、完全に崩落したわけではないので再建ではなくて、復旧作業ということになるんですかね。一部鉄骨などを入れて補強しているようですね。こちらもまだまだ時間がかかるようですが、天守の一番上の方は復旧作業が終わったということで、外から見えるようになっています。ちなみにこの見学ルートの各地にこういう看板が立てられていて、いろいろとお城の説明も載っています。あとこちらに二次元バーコードを読み取れば、映像と音声でいろいろと説明をさらに詳しく聞けるようになっているそうです。かなり丁寧な案内ですね。はい、こちらは崩落した石垣などの石材が番号などを振ってきれいに並べられていますね。これが復興作業のために地震で崩れる前の状態の写真などと比較しながら、どの石が石垣のどの部分にあったか、そこまでをきちんと調べた上で復興の組み立てを進めていっているそうです。
気が遠くなるような作業ですね。ただかなり向こうの方まで並べられていて、かなり作業が進んできているようですね。こちらは乾櫓というところですね。こっちも櫓の下が大きく石垣が崩れてえぐれてますね。こちら見学用ルートとして、こちらの道が開放されているので、このまま下の方まで行って近くで見てみようと思います。こちらフェンスがあって、これ以上近づくことはできないんですが、かなり近くまで寄ってみることができますね。本当なんか地震で崩れた石垣がまだまだゴロゴロと転がってて、生々しいですね。しかしこうやって下から見上げると、本当立派な櫓ですね。すごく迫力があります。ちなみに、ここに見学に来る前に少し下調べしておいたんですが、ここの石垣は根元の方から上の方に上がるにつれて、どんどん勾配が急になっていく、そういう作りがなされていることで、ものすごく登るのが難しいことから武者返しと呼ばれているそうです。こちらの方少し見学ルートが整備されていて、中の方に入っていけるようなので、ちょっと行ってみます。この辺も石垣がこう並んでいるところなんですが、崩れてこないように土のうで固められていますね。こちらが加藤神社ですね。ここの境内には入れるようになっているようなので、ちょっと中に行ってみます。こちらの大きな木の枝分かれしている股のような部分に小さな櫓が組まれてますね。あ、社ですね。小さな社が組まれています。なんか可愛らしくていいですね。ちゃんと鳥居があって、お賽銭箱も用意されて、上の方に社があります。ミニチュアっぽくて可愛らしいですね。こちらが、加藤神社本殿ですね。そしてここの境内が熊本城の一番の見どころになっているそうで、こちらですね。ここから境内からすごくいい角度でお城が見えるようになっています。組まれていて、あとコンクリートなどでもしっかり固められてますね。土台の方しっかり固めて作ってるようです。ちなみにこの復興現場の様子がまたかっこいいということで、一部のマニアの方に評判で、それを目的に来る方も多いそうですね。理由はどうあれ、こうやって熊本城の様子を見に来ることで、復興の様子、現在の熊本を知ってもらうことができるというのはいいことですね。見学ルートも終盤に来た感じですかね。ここの外につながる結構勾配のきつい坂があるんですが、そこを下って、外の道路に出るようですね。一般道に行ってます。そしてあとは一般道沿いに熊本城の外側を見て回れるという感じのようですね。こちらは北十八軒櫓という櫓の目の前の場所です。本来はこういった感じの櫓が建っていたそうですが、現状は、このように完全に櫓がなくなっていますね。説明によると、崩落した櫓と、あとその下の石材ですね、こういったものは全て
後の修復に備えて管理して保管してあるそうです。そして現状はこれ以上崩れるのを防ぐために、セメントで固めてある感じですね。あとは石垣もぐるりと囲むようにネットが張り巡らされていて、これ以上崩れるのを防いでいます。おそらくこれはちょうどもう目の前が一般道ということもあって、一般道に石材が崩落して転がり込んでくるのを防ぐためにこういう措置を取られているんだと思います。はい、こちら目の前を川が流れている外堀の一部ですね。こうして見ると結構あの大地震にしっかり耐えて崩れずにそのまま残っている場所というのもたくさんありますね。テレビではどうしても崩落した場所ばかり取り上げられていましたが、ちゃんとこうやって地震に耐え抜いている場所もたくさんあります。そういった崩れていない櫓というのもさっき 見かけましたね。やはり、日本の建築技術というのは昔から秀でた部分があるんでしょうね。今目の前に見える建物が熊本市役所ですね。こちらの最上階が展望室になっていて熊本城が、一望できるということなのでちょっと行ってみようと思います。熊本地震から約2年が過ぎた現在の